ピーチキャッスルの仮。さあ始まりました、ピーチキャッスルの仮のお時間でございます。はい、この番組はピーチキャッスルが1週間に気になった出来事や、はい、不平不満を好き勝手喋っていく番組でございます。はい、ほんとすいません。お送りするのはピーチキャッスルトーバルト、ピーチキャッスルマイショーです。よろしくお願いします。さあマイショーさん、いかがですか？おつおつおつ。いやー、まあなんで急に雨降ってんのかなって沖縄思うんですけど、うんうんうん、あったかくなったり寒くなったりでね、はい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 、体調崩しそうな感じではあるんですけれども、はい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 、あのね、鼻の中のかさぶた、俺も通称鼻ブーって言ってんだけど、初めて聞いた、鼻ブーって言ってんだけど、おうおう、この左鼻の穴の奥にかさぶたが最初あったのよ。はいはいはい、でちょっと鼻ほじった時とか、なんかちょっと指でちょっとカッてなんて引っかいてしまった瞬間にはもう鼻血がポタタタタタタって垂れてくる。おうおう、でこの鼻ブーが左穴から今度右穴に移動してんだよ。おう、移動するって、なんで移動するってあるば。いや、こっちが聞きたいよ。死にたいば、今度こっちが。で絶対ここまたかかっちゃったらもう鼻血がまたポタタタタタってくるわけよ。そんな鼻の穴ってなんかよ、切れたりする？わからん。でちょっと考えられるのが、もう前お前がさ、この鼻こうグイーンって上にひん向けたら、うん、なんか鼻のなんていうの、詰まり、鼻詰まり、うん、なくなるし通り良くなるよから、うん、なんか鼻の調子がバッとコンディションやさ。いやいや、俺のせいにするね。確実にお前ギャンギャン向きすぎたんじゃないかなと思ってるぐらい。あっこからもう知ってます皆さん、わからんでしょ。鼻が詰まってる人がいるでしょ、うん、例えば僕だったら左穴、俺も左穴、自分のね、で、うん、まあ通ってるんですよ僕は、うんうん、あ、まあ両方一応通ってるけど、うん、まあ右がちょっと通りにくいかなって感じなんですよ今、うん、だけど人ってこの鼻の穴をの中をひっもうペクンって めくるみたいな気持ちよ、気持ち、めくることはできないけど無理よ、めくる、鼻の穴を見せようとするみたいな感じでこう上に上げて、ああこう人にね鼻の中を見せようとするわけよ。でその状態でしちゃったら、うん、鼻が通るんですよ。いや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 、もうやばいって、もうラジオだからいいものの、もう今じゃ俺今やったら完全に鼻部が剥がれてから鼻血がポタタタタって出る。だからもうめくれん、すごいじゃん。でこれ人間って7、8割、うん、まあ本当のデータかわからないけど、うん、ちょっと曲がってるらしいね、鼻が、うん、それでなんか鼻詰まりが起こるみたいな、うん、鼻詰まりっていうか、要は鼻水とかあれとかじゃなくて鼻が曲がってるか通ってないみたいな、あ、ちょっと S 字クランクっていう、そうことだらしいんだけど、うん、だけど、うん、この鼻を上に上げることによって鼻が通るみたいな、うん、らしいわけよ。でもこれをしないでも通るようにする手術もあるみたいよ。あ、マジ？両方？なんか鼻が通るってこと？こう一直線に直すみたいな。あ、鼻自体を直すってこと？そう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 。あ、そういうこと？なんかもう鼻詰まりをもう直せる手術。で、これ本当に、うん、マジできついらしい、この手術。え、怖っ。むちゃくちゃ痛いって。いや、痛いよやっぱ鼻とかそんなのはさ、怖っ。痛いんだ。嫌だわ。やばいらしいよ。嫌だわ。もう気道、要は中が血出るから手術して、うん、閉じるじゃん、うん、その間ももう手術中とか気道に血がずっと飲むんだって人間。あ、はいはいはい。でうわーってなって、うん、で手術終わってもなんかちょっと痛みとか気分の悪さとかで、うんうん、でボーンって吐きそうになっちゃうんだって。要は風邪ひいた時の気分悪いみたいな。あ、でも、はいはいはい、吐いたら、うん、普通はご飯食べてないから手術後だから、うん、何にも出ないはずなのに、うんうん、血が全部出るんだよ、ボワーって。怖っ。血飲んでるから怖っ。とかもあるし、痛みがもうすごいんだって。らしいよ。のだけど、うん、治るらしい。あの武井壮さん、おうおうおう、もうアメリカにいた時、うん、この鼻詰まりで、うん、本当に死ぬかと思ったんだって。もう要は何だったかな、花粉なんかのあれで、うん、もうやばくてもう息ができないみたいな。はいはいはい、はい、でこの手術をしたって、はいはい、で本当にきつかったんだけど、うん、
もうやってよかったらしいよ。あ、じゃあもう今はじゃあもう普通に生活できてるってことか。岸田首相が最近やった手術のことかな。なんで知ってるか。そうなの。そうなの。そのごめん、そのちょっとプチ情報は知らんかった。いや、官邸の情報詳しいな。いやいや、そんな注目して見ることかな。官邸のお前記者じゃないんだから。そうなの。もうそれは初知りやすさ。それはいいな。報道官発表してた。絶対してないんじゃない。なんすか。何言ってんの。本当です。何を言ってんの。いや、ちゃんとした情報だったでしょ今の。本当なんでしょ。はい、ハリサスとか。え、足にアドレナリンで拡張します。怖っ。そこまでしてやさ。いや射精。鼻詰まりしてる時試してみてください。マジで。どういうこと。アドレナリンで鼻詰まりが治るってこと。治るってこと。一瞬ですか。おお。でもやっぱあれもあんのかな。サウナとか入ってるときさ、鼻の通りめっちゃ良くならん。ああ、なる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 。ね、あれなんでだろうと思う。だから俺サウナの中が一番いい。一番呼吸できてる。ひょぽーひょぽー。一応サウナでめっちゃ呼吸しやすいよな。うんうん。あれなんなんだろうな。暑くてむしろちょっと乾燥してるかなと思った。ってことは、要はアドレナリンっていうか、なんかそういう注射とか打っても呼吸とか通るってこと。なんかあるよね。何よ。映画とかネットフリックスとかでさ、うん、なんか怪我してさ、爆発とかでバーンって怪我してさ、うんうん、仲間の兵隊とかはさ、うん、うーって死にそうになってる時にさ、うん、なんかボンってなんかアドレナリンみたいなの打ってから、うん、ってなったりするのとかある。ああ、ある。なんか見たことある、そういうシーン。え、加湿が一番。あ、加湿とかじゃない。あ、ね、あ、まあまあそれもわかるけども。で、あと沖縄花粉がないからあれだけど、今あれでしょ、多分県外は花粉で、あれ めっちゃすごいんでしょ本当に。あれ蓄積なんでしょ。ああ、そっか、アレルギー的なものか。そうそうそう。あ、はいはい、だから沖縄の人が大人になって、うん、まあ今県外とかに行ったとしてもすぐは発症しないってことでしょ。花粉症ね。住んだらやばい。ああ、住んだらやばいんだ。そっか、なるほどね。だって今まで経験したことないのが急にドンって体に入ってくるからな。ああ、そうだ、逆にびっくりして。そうだ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 。怖っ。なんかもう花粉とかはちょっと嫌だな。だから鼻づまりとかさ、お前、うん、お前のこのやこれよ。ちょっとこれ何これ。これだから傷つけないようにこうふわーって伸ばしてる。そんなに。ん、最近もうやばい。本当にやばい。なんか鼻事情がもう悪い。黄色い鼻水出るしよ。鼻立つわ。パシャーンって。しょっちゅう鼻血出してるよな。うん。最近からでマジで。前のロケの時もだったよな。俺途中で抜けたの分かる。確かに。そうそう、 あれもだから途中で話がパタタタタタって出よった。やばいでしょ。うん。でも話が出る人ってよく話出るじゃん、うん、話が出るのと、うん、よく腹痛になるのどっちが嫌だ。いやー、よく話が出た。鼻の穴とかもきついんだろ、うん、俺とか全然なのよ。ヨギとかもやばいじゃん。後輩芸人のヨギっていうのがいるんですけど、うんうん、鼻毛を剃ってるんですけど、ヨギはね。その鼻毛の剃り方が特殊で、鼻の穴の中に、ちょっと詳しくちょっと覚えません。多分鼻の穴の中に石鹸を塗り込むんですよ。例えば何でもいいんですよ。ママレモンでも。食器洗剤でもいいんですけど、まあ、洗顔でもバーって塗って、眉毛とか剃るカミスリあるでしょ。愛人。あれを皮膚にピュッて入れて、中に。グリーンってやって全部剃るっていう。死ぬ。でも多分自分の中でも加減が分かってんのよ。ああああ。だからちょっとプロってるんだよね多分ね。ああ。だからジョリ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 ってやるらしいわけよ。うん。でも強いじゃん一応は。一応はな。いやでも無理。俺そんなことやったらもう多分もう鼻全部なくなってるはず。いや俺も全然なのよ。俺鼻血出たの。うん。もう記憶ないもんもう。わあ、でもあれよ。俺この鼻の中のかさぶたね、鼻ブーがあるから出てるんだよ。それ以外ではそんな出たことないよ。なんかどっかぶつけてとか。うん、でも出た鼻血が出そうとか、なんか記憶よく、なんか見た記憶がまず覚えてるもん。
あやばい話出てるかも出そうとか、うん、俺まずそれがないから。あいやまああるな俺は。だから怖いわけよ。なんでそんな、なんでっていうか、うん、鼻毛ボーボーじゃん。鼻毛はボーボーだから普通強いんじゃないわけ。いやでも弱いよ。だからなんか、うん、弱いと思う。鼻毛がまずないから。えピッコロじゃ本当にいやえいやもう無理無理無理。だからもう俺ここなんかあの何だっけ前ちょっと前に流行ってたあのズポーンだっけ。ああ鼻毛抜くやつ、ね、抜くやつ、うん、あれ多分今やったら多分マジ泣く可能性あるです。ああかさぶたとか全部取れると思うよ。ズボンブシャーって言ったらもうズボンブシャーって。ズボンブシャーじゃない、ブシャーってもうギャグ漫画のごとく話出ると思うよ。それえじゃあだどっちがいいだか、この本当にもっと頻繁に鼻血が出るのとお腹が痛い。いやお腹痛いのも嫌やさ。お腹痛いのは本当に嫌だ。おお綿闇は嫌やさ。なんで急に方言でお腹痛くなるのはもうマジで嫌だ。だってもう毎回お願いするさ、一応トイレに入ってる時、あ神様にお願いだとか言って収まってくれもう何でも言うこと聞くから頼むこの痛さ収まってくれっていう。俺だね。俺はもう本当にお腹がすごい痛くなるから。もうお腹ピーピー芸人だからすごいよな。肛門にあのビニール袋を縫い付けたいのどこでも、うん、どこでも、うん、どこでもできるよしかもあれだよな、必ずっていうわけでもないけど本番10分前とか5分前にあやばいうんこしたとか言ってこいつ、うん、急に駆け込み乗車でバーって行くの。家とかでも全然お腹痛くなるからね。ご飯食べた後俺もすぐやさ、直便型って言うんだっけ。あじゃない、それって男性に多いのかな。あ多いかもしれんな。男性が多いらしいです。なんでなんだろうね。あの神経質とか、あ仕事でのストレスとかで普通に霜の部分が弱いのもあるけどね、うん、ここ最近でさおねしょしたことある？ガチな話で。さすがにないやつ。ない、さすがにない。おねしょはまだない。俺今日したんだけどでしかも、うん、全部出すとかじゃなくて、うん、3分の1ぐらい出てんだよね。あー一応まあまあだな。ジョロ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 って出て、うん、バンって目覚めるのやばいみたいなおてんてんのパッキンがちょっとバカになってきてる。あでバカになってきてるっていうか、うん、たまにあんのよ俺、1年に 1,2 回とか。あないな、 1,2 回多すぎるな、うん、1年に1回あるかないかとか。でも結構ある。ないなぁ。で、うん、朝起きてとか、うん、まあ膀胱が痛くなって起きる時とかある？あないないない。俺結構あんのよ膀胱痛くて。あ要は寝てる間にしっこトイレ我慢しすぎてってことかな。そうあはいはい、うん、ないない。朝大概はもう俺膀胱が痛くてもうおしっこパンパンでさ、うん、全然だな。それもあるのかなっていうのもあって。いやなんじゃない。でしかも今日の夢に関しては、うん、大概トイレみんなおねしょした時の記憶を思い出してほしいんだけど、あ、はいはい、俺は、うん、夢見てんのよ、うんうんうん、で、まあ、あるあるだな。トイレしてるんだけど、うん、便器におしっこが入らんわけよ。おおそこまで覚えてんだ。そういう時は大概おねしょなのよ。おあれやばい便器に入らんみたいな、うん、いや漏らしてるんかいっていうパターンなんだけど、うんうんうん、なんだけど、うん、今日の夢に関しては、うん、夢もなく、おだったのよ。予兆なく、お兆しもなく。ドンキホーテどういうことどういうこと本当にドンキホーテはなぜさ、どんどんどんよ、どんどんどんはやばいよ、膀胱どんどんどんよあびっくりしたね本当に。しょうはないな。最近アルコール飲んでないって言ってたよね。あそうなんですよ、こう配信で言ったやつなんですけど、ああ、まあ、最近ね全然お酒飲んでなくて。あそうなんだ。1ヶ月近く飲んでないんじゃないかな。あマジ飲んでないけど
そう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 、僕全然飲まないんでね、うん、飲むときはめっちゃ飲むし、外とかで飲むの好きなんだけど、俺家で全く飲まないからさ、うん、ああはい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 、で飲むときはご飯作ってるときとか、あー何かキッチン飯作ってるときはもう半端ない、飲みたくなる欲求が、うん、だけどそれ以外は俺もう全く飲みたくならんから、うん、俺は誰か友達とかが飲みに行ってたらクソって思っちゃうタイプ、それがちょっとよくわからないんだよな、なんかよ、なんか同期の芸人でもいたさ、あのギャングマンモスの、チャキー、ああはいはいはい、ツッコミのね、そうそう、と発想が似てる、えチャキーもいや、じゃあトーバルがどっかで飲んでるとするさ、うん、でそしたら、はあ、トーバル飲みに行ってんだとか、はあ、じゃあ俺も飲みたいなとかなって、探すらしい、それはなんかその気持ちはなんか分かるやつさ、俺は全然分からないやつ、なんかまあ損得ではないけど、同じ24時間っていう時間の中で、あ、なんか、あ、楽しいことしてるの羨ましいなってなっちゃうわけ、だったら俺もデータいいってなって、早く帰って飲みてーってなってるんですけど、うん、それが不思議なのよね、あー家帰って、いやで誰かがいて、うん、飲もうとかは別にいいのよ俺、しかもで俺芸人とかとルームシェアしてた時とかは家で毎日飲んでた、あーはいはいはい、だけど俺一人だったらマジ飲まんくて、あー確かに、お酒も変わんな、うん、一人だとあれやんに、なんか一人で飲んでてもあんま楽しくないからやんに、あじゃないかな、なんか飲むときは俺中途半端に終わりたくないわけよ、うん、行き切りたいわけよ、とことんタイプ、そう一応な、だからたまにあるじゃん、もう帰ろうとか、うんうんうん、4時とか、お前も言うじゃん、もう帰る帰るとか、うんうん、イライラするあの飲めとことんまで、いや飲め とことんまで飲むのは飲むけど、さすがメリハリをつけれ、つけてる、さすがに3時4時まで、お前は毎日、お前はまた明日も飲めるし、うん、明後日も飲めるしっていう気持ちであるから、うん、そういう時に帰りたくなるのよ、うんうん、もう帰ろうみたいな、うん、この日しかないと思って飲め家で飲むなだから、うん、俺分かるのよ、飲み会とかでも、うん、早く帰るやつとか、うん、そろそろ帰ろうとか、じゃあ2時間行っちゃうとか言っても、うん、いやさすがにやばいだろうとか、うん、3時間行きますかとか言って、うん、やばいやばいとか、うん、ノリで行くかとかって言うやつは、うん、普段飲まなくて、うん、この日を大切にしてんね、うん、俺の勝手な持論だけど、はい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 、それ以外のやつはもう家でまた飲めると思ってるから、うん、もうアルコールに侵されてますこの日しかないと思って飲めダッチとはダッチとはこの日しかない、うん、熱いな、うん、熱き男だな、一人で飲んで楽しくないだろ、いやお前よく言うよ本当に、何がよ、帰ろうみたいな、疲れたみたいな、いやいやいや、この前も、うん、麻雀したんですよ、24時間ね、うん、配信しながらやったんですけど、うん、やったやった、この時も、まあ、そもそも約束してたのに、まあそれはいいとして、うんうん、まあそれはまあまあ別に置いておきよ、うん、一番最初もうそろそろ帰ろうとかさ、うん、言い出すじゃん、いやそうよ、これが意味やからね本当に、もう下半身の感覚がなかったのよ、なくなれこの日しかないと思う、ダチと麻雀できるの次もできると思うないやまあまあまあ、でもじゃあ最後までやったじゃん、だからまあそうだね、うん、そうでしょ、うん、あれはすごかったね、ただただあれはもう事前予約が入ってたからって俺は睨んでる、あれが突発だったら、うん、いや変わったなしょって思ってたけど、うん、まあちょっと怪しんでる、うん、だってもう後半なんてバカみたいに老僧から来たの頭がいかれてる眠気と何時間起きたの、あの日から体調が大狂いどう考えてもいやだからあのアルコールのね本当に不思議というか、うん、俺パートナーが例えば彼女、うん、奥さん、うん、アルコール飲まない人だったらマジ飲まんかも、あーはい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 、あそう飲まんな、あなんかのパーティーとかなんか楽しい日とかは飲みたくなるよ、うん、いやだから要は旅行行ったりとかさとか、うん、いやそれお前当然だろ、お前外出てんだから、お前旅行家と一緒にすんだ当たり前なんですね、いや分からない、じゃなくて例えば大晦日とかさ、うん、例えばこの前言ったワールドカップの時、ワールドカップでも俺飲んでなかったかも、家では飲んでないんに、飲んでない、
大晦日とか何だろうな、そういう時はまあ一応飲みたくなるけど、うん、全然家で飲まんな、うん、あーでも確かにな、そんな家で飲んでるイメージないな。どっちがいいのかな今の流れで言うと、俺タバコをアルコールに移行したいなと思ってんだよ、ちょっと。え、どういうこと？タバコをやめてアルコールにしたいってこと？そう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 。いやーいやーやめた方がええんねん。いやだけど、うん、もうちょっとタバコ やめんってやばいなと思ってるから、病院の先生に言われてんだよ。あ、そうなんだ。言われてるっていうか、多分もう合ってる合ってないがあって、本当に謎謎言った今。何が合ってる合ってないがあって、そう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 、うん、もうやっぱこのタバコをするとやっぱ空咳が出る人と出ない人がいるから、うん、あれ銘柄変えてみれば。いや俺アメスピに変えてから咳出なくなってるの、昔よりかは。パイプにしたいんです。うん、何だよパイプって。ああ、そう、葉巻なんかあれ口だけでポワーってやる。え、ですよね、あれ吸い込みしてないですもんね、キャンさんは。いやいやいや、吸い込まないと意味ないでしょ。全然聞きます。マジ？マジで？もうあれ吸い込んだもうやばい。お、オリバ。もう。ハマキにしようか。ハマキをザーって。俺。逆に、まあ。一回やってみて。わかる？ハマキって強いじゃん。うん、強い。で、たまにしかされるじゃん。だからハマキにマジしようかな。あんなもん吸い込んだらもう終わるよ。おもろそうじゃん。しかもハマキ吸ってるっていうのは。途中で切れるしな、別に。ハマキにしようかな、マジで。なんかおすすめのタバコ、あ、葉巻があれば、なんか日常随でね、常に吸うとかじゃないけど、うんうん、普通の売られてるタバコよりかは頻度減るけど、うん、逆にブチ太いの吸ってた方がおもろいかな。一応ブチ、もう本当にバキのオリバ。それでもなんかおすすめのこの、まあ、ラジオ聞いてる方々でなんかおすすめがあったら僕に、うん、差し入れしてください。あ、ちゃんとねだった。うん、なんかそれをちょっと試してみるわ。はいはいはい。あ、でも、もう吸い込んだら多分お前終わりと思うよ。20年咳出ると思うよ。タバコやめたら米がうまくなるぞ。あー、だからアルコールに移行した方がいいんかなって気もしてんだよね。アイコスに変えて咳増えた方を知ってるけど、やっぱり合う合わないあるんですかね。あ、うん、病院にも言われたのよ、電子タバコにしたらって言われたけど、うん、俺アイコス合わなかったのよ。あー、だから絶対ある、銘柄とか。本当にお酒飲んだらタバコ吸いたくなるよ、それ。わかる、それなのよ。だからどっちも移行できんばよ、多分。それもあるし、うん、それもあるんだけど、うん、あとあれだね、やっぱりどう考えても、うん、やっぱ芸ってか仕事してる時のあれが半端ないね、うん、やっぱ芸人とか先輩とかってみんないるて、喫煙所で喋る時とか、はいはいはい、ネタ作ってる時のやっぱもうタバコ吸うときのなんかもう癖みたいなのがもうやっぱもう止まらない。うん、だからあれだぜ、初恋クロマニアの新本さんはタバコ吸わんけどよく喫煙所行くやし、だから多分吸ってる人の倍肺汚れてると思うよ。ああ、副流煙で。もう俺本当に後輩のさ、うん、忍のタバコの吸い方に腹立ってしょうがないの。イラつく。ずっと言ってたよな。やばいだろ、あのばあちゃんやってるときも。やばいだろ。アメリカンスピリッツっていうタバコ吸ってたんですけど、うん、麻雀一緒にしながら、俺と一緒のな、もう横で、うん、普通ってやればいい、うん、別に俺僕がねそれはいいって、うんうん、またスッってやればいいんだけど、一口一口あいつ、うん、半分ぐらい超えたら、うん、マッハズイすんのよ。マッハズイってね、タバコ吸ってない人分からないと思うけど、うん、口でってやりながらもう鼻から煙出してるっていう方法があるんですけど、うん、いや、タバコ吸ってる人大概できますよこれ、うん、なんかみたいなのできるんですよ、とりあえず。これマッハズイって言って吸い込みながら煙も出すみたいな、これを半分ぐらいのところから永遠にやるんですよ。みたいな、はぁ、あ、みたいな、忍者かなと思うよな。お前、お前成田空港の喫煙所にするつもりかよ。もうってやばこいつと思って。いやいや、そんなことないっすよみたいな、言わないでください、恥ずかしいじゃないですか。得意こいつ、逃げるのよ。怖いですっていうのと恥ずかしいじゃないですかっていうの逃げんのよ。しのぶ聞いてるかお前。いや、しのぶは聞いてない。もう多分まだ仕事してる。またなんかこんなってラジオで言ったらなんとかって言われるかも。電話しれ、もう直接言ったろお前。電話せえ、ほんとにすぐさま。いや、電話しなくていい。で、やっぱ久しぶりにあいつと会ったんだけどさ、やっぱあれでガサツだよなあいつ。ガサツなあ。
直接行ったし俺。麻雀の牌もずっとガガガシャガシャガシャンとかもテーブルとかもガガンとかさ。おう。受けるわ。怖いのが2、3年前まではさ、うん、25歳以下だったからさ、うん、若いなと思ったけど、うん、あいつ27なんだろ今。27、8ぐらいじゃない。怖い。もうちょいで味噌汁ボンボイ。本当にもう若くはない。若くはない。もう最近会ってなんか髪型も、あんまり先輩の横でマッハズイするって言えないから。やったことない俺先輩の横で。確かにないわ。チュポポチュポポとか。アメスピの呼吸一の方。やばいから死にけぶかったからねマジで。いやでも受けたやつあれは。直させんといけん本当に。じゃああとあいつの鼻歌ね。ああ本当に病気。え、一生メディアで流せない曲調に乗せて鼻歌歌うんですよ。あ、やばいからね。やばいやばい。普通の人が聞いたらドン引き。びっくりする。あの絶対使われてはいけない曲調がるんですよ。誰でも知ってるんですけど、うんうん、それをずっと麻雀で鼻歌で、おお、まあ何してるんですか。もう配信してるよ今っす。行かれてんのかっつって、うん、怖いです。いや黙れや。ひどくコンプライアンスから離れすぎてる多分。本当にもう、まあ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 いいですけど、まあまあ、この番組ではですねメッセージを募集しております。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でございます。皆さんメッセージと少々応募してください。お願いします。はい、お願いします。そして、曲も受け付けておりまして、はい、私が読み上げた、メールアドレスの方に、アーティスト名と曲名、アーティスト名と曲名、必ずこの2つの方を明記の上送ってきてください。ツイキャスのコメント欄かメールアドレスの方に送ってきてください。お願いします。はい、お願いします。本当にさ、もう笑っちゃったよマジで。あれは笑っちゃったよ。あー、ちょっと忘れてたな。ちょっとお前に持ってくるものがあったの。え、何。いや、天然なシノプーさん。いや天然で片付けられんからね。あれはちょっと行き過ぎた天然じゃないか。あれどうなんだ、あれ天然って言うんかな。分からんけど、まあまあ芸人だからこのメディア、まあラジオで話すけどさ、うん、あいつも芸人だからね、うんうん、もう直接注意したしね。治らなすぎて頭叩いたし。もう直せっつってポコってな。直せって、その後も歌ってたから。そうそうそう、言っても聞かない人には一応あのグーパンチだっけ、うん、グーパンチ、グーパンチ、うん、知らなかったら無視するんだけど。あれ多分あいつ彼女とかいて、うん、彼女とかいたりとか、あいつが職場で多分歌ってると思うのよ。鼻歌だから、あんなに出るってことは癖だから。うんうんうん、あれだから聞くじゃん周りの人は、うん、弾くからね、うん、一応普通に考えて、うんうん、まあな、うん、もう多分あれだよ、うん、もうでまたこんなこと言ったら、うん、俺はなんかあれでしょ、意地悪とかさ、そうそうそう、後輩のことをなんでこんなって言うんですかとかって言うやつが、うるさいな。髪もボーボーに伸びきって芋芋野郎みたいな髪型だったし、お前あれはひどいよ。俺は言ってないし、そういうことに対しては。お前さ、それはお前さひどかったよ。髪も伸びてさ、髭もお前芋みたいなさ、やばいよ本当に。じゃあなんか忍ぶよ、髪とかなんかああいうのは意外に好きかなと思ってたわけよ。なんかカットとかしてなんか整えるのは、パーマしててさ、そうそうそう、痩せてさ、ヒゲも剃ってる時、うん、イケメンなのに、そうそう、パーマ似合ってたのに、うん、今びっくりしたよ、ごぼうが歩いてるからと思って。掘りたての、そうそう、掘りたての自然薯かなと思ってたのに。あー本当にさ、絶対バイト先とかでも歌ってると思うんだよな。あーでもう全然掃除しながら、あー一応ありえそうだな。真面目は真面目なんだけどな、仕事とかそういうのは。めっちゃ真面目。で、あの、どういうフォローかよ。あともう優しすぎるから、ああ、なんか頼まれやすいんだはず、あいつ。あ、そうなの？そうそうそう。俺らがでやらなくてもいい仕事の範囲まで頼まれたらあいつやっちゃうわけ。え？それで残業とかになっていくわけ。は？そうそうそう。で、何それ、言えなくてとか。要はだからレンタカー屋の最後の鍵閉めとか。おう。別にやらなくていいじゃん。おう。俺ら洗車だから。おう。
だけどなんかそのスタッフからなんか、あ、しのぶくんこれちょっとやっといてほしいとかだったら、あ、わかりましたとか言って、はあ、でも俺は先に帰る。時給ついてんの？ついてるんじゃない一応。あ、じゃあついてるんだったらいいに、うん、やめたいって言ってますよぎあ、よぎやめたいって言ってやめたいって言ってやっぱり、あ、やめた方がいい本当に。でも多分こういうところで吐け出してるんだろう。だからそういう、だと思う、なんか 場面をバイト先とか他のところには出さないんだろう、うん、いや俺たちにも出すな吐き出してるんじゃん多分。マジで死にははずいするがマジびっくりしたあーでも一応あいつガサツだわ。俺よりガサツな人を久しぶりに見たなんかまあでもほんといいけどね、うん、面白いけどな。面白いっちゃ面白いけど、他の人とかに面白がれる人じゃないとしたら引くんだかもしれない。まあでも来週とか忍呼びたいっすね。やっぱこうしっかり話してる限りちょっとあいつのやっぱこう、うん、こうなんていうのかな、対立意見みたいなのも来て、はいはいはい、ちょっと聞いておいてみて、ちょっと忍に来週あたり、うん、あのできないかっつって、うん、もしあのバイト先で頼まれてるやったら、うん、俺が電話するよもうさせんなっつってザキさせんなってメインはラジオなんだからあラジオっていうかこの芸の仕事だからっつってやらんよあいつはもう。何よ芸の仕事は。いやお前鬼か本当にお前鬼かお前うるさい、お前がうるさいやつだ。何言ってるのこいつ。忍来るか言い訳して逃げそうやな。ああそうそうそういや違うんすよ、ちょっとバイトが7時までなんでちょっと多分間に合わないかもしれないっす。また何かあったらお願いしますもういいよ。デレレレーン、なんで斉藤さんと斉藤さんのところで電話してるわけじゃないし、もしもしプルルンすごく嫌われる、まあ、もういいですよじゃあということでこれで1曲いきますか。はいよ、それでは1曲お願いします。水をフィルター代わりにするやつなんですよ。で、たあるニコチンがカットされてるんですか。はい、これもしかしたらちょっといいかもしれない。使ってみてから。マジっすか。はい、おすすめします。あすごい。もしあれだったらちょっとやってみて。なるほどね。でも本当にあれですよ、肺まで入れないんでパイプとかの方が全然いいと思います。で絶対最初らへん癖で肺に入れちゃうぜ。そしてからボコッと。普通のラジオ音楽も入ってないと思うんだけど。
to me. More to me. お聞きいただいたのはヨシで More to me でした。はい、引き続きピーチキャッスルの狩りお届けしていきたいと思います。はいよー、メールで来てまして、これ昨年11月に19歳で亡くなったヨシの曲ですと、彼が16歳の時の曲です、うん、ラジオネームヨシ大好きさんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、これね、うん、これねというか、うん、何ですか。いや、全然、びっくりした。いや、何ですかとかじゃなくて、うん、え、WBC っていつからでしたっけ。20日ぐらいじゃない。もう始まってます。じゃあ、準々やん。あ、準々明日じゃないですか。あ、あれ、え、俺結構後半のイメージだった。マジ20、21とかぐらいのじゃなかったっけ。でも日本勝ったよね。勝ちました。して4連勝です。4連勝か。グループリーグ突破です。あ、グループリーグ突破。次、イタリア戦です。素晴らしい、はいはい、すごい野球は分かる人と見られたら全然ちんぷんかんぷんだったよ。まあ、それはあるね、本当に。あ、どうします。ん、野球なんか直接見たいですね。え、どういうこと。あ、まあ、でもあれなんじゃないの、準々決勝って東京ドーム。え、まあ、日本じゃないのか。違うか、アメリカ。準々決勝ってどこでやるんだろう。準々は日本です。でしょ。おー、あ、じゃあ準決勝からまあ海外になるのかな。ああ、そう、アメリカ。あ、アメリカ。うん、ほう。だから準々決勝だから東京ドームの周りとかに行けばいいさ、うん、今オーストラリア対キューバやってます。ああ。おお、はい、ちょっと待って、東京ドームの周りうろちょろしとくってこと。そう、もう東京ドームはもう入れませんから。入れないから。入れないから。え、コンベンのジャパレゲの周りうろうろしてるやつと一緒。そうですそうです。そうです、そう。あ、ムーミン歌ってる。ブラックマンデーナイトと一緒です。あ、聞こえるなーって。聞こえるなって、うん、それと一緒です。うわー、いや、だったら中に入りたいわ。もう無理です。無理だろ。チケットはもうないですから。あ、そうなの。いや、ないよ、当たり前。抽選とかじゃないんだ。じゃないね。じゃないねっていうか、もう販売されてるから。あ、じゃあもう完売か。うん、うわ、そりゃそうですよ。前もなんかそのあれだけど、ユニフォームもう品切れってことなんでしょ。そう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 。なんで発注しないんだろうっていうね。いやー、まあ、忙しいな。 TikTok のなんか動画とか、なんかダイアンの津田さんと千鳥の大悟さんがなんか切り抜きとかされてたよ。 あ、大悟さんも映ってた。大悟さんは津田さんと多分大悟さんが一緒に見せた。は、津田さんの横にいたの。あれ大悟さん。多分大悟さんだった。は、俺津田さんは見たけど、あれ大悟さんだった漫画だったの。あ、マジ。うん、大悟さんだった。あ、そうなんだ。一緒になんか多分見ててっていう。大悟さんむちゃくちゃ野球好きだからね、本当に。だって沖縄、来られてる時も、うんうん、大谷選手の、うん、やっぱエンジェルスの試合とか、うん、ずっと見たりとかしてたからね。いや、沖縄ですって、うん、まあ分かるんですけど、うん、いや、ちゃうねん。いや、沖縄来てるんだよ、うん、ちゃうねん。ちゃうねんじゃないです。ちゃうねんって言われたら何も言えんな、もうな。いやー、その、ほんとそう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 。そんな、あ、いいね、見に行きたい。羨ましいですよね、ほんとに。葉巻も慣れるまで難しい。まあなあ、葉巻はなあ、葉巻はなんか、なんかむずそうだね。昔ね、でも、うん、クラブでバイトしてた時にね、うん、大学生くらいの時にね、うん、店長が吸ってたんですよ、うん、コイーバ。何それ。知ってポケモンにいそう。知ってそう。いそうだけど。いそう、葉っぱタイプでコイーバ。いそう。コイーバの細いやつ、うん、
売ってるやつがあるんだけど、うん、10本入りとかあったかな、何本入りちょあってそれを吸ってたのよ、うん、でなんか俺同級生とかと一緒にやってたからさ、みんなで友達とかと、うん、でなんかえみたいな、吸ってみみたいな感じになって、うん、吸っててみんな一時期それに変えた時あったけど、うん、1ヶ月後には普通に戻ってたけど、ね、やっぱキスみたいな、キスにならないんだあの国際通りの入り口の角のところにタバコ屋さんがあるんだよ、だから近かったからさ、うんうん、みんなそこで買ったりしてたんだけど、葉巻は吸う人を選ぶ、ああまあそうだね、うん、なんかちょっと銘柄変えてみればタバコの、それでも結構変わると思うけどな、変わるかな、変わる変わる絶対変わる、何でもポケモンにつなげちゃうマジでよ、あーでもあ忙しいですからね明日、明日ポケモンカードのバイオレットの再販があるかもっていうあれなんでしょ、あやばいやばい、こんなとこで話したら、ダメだよ、バラバラ集めるなお前人、ごめんごめんごめん、ダメだよ、あ危ない危ないただなんかねツイッターとかで見てたら、うん、沖縄でもポケモンカードクラブっていうかさ、ポケモンカード好きなやつらがツイッターでつながりたいみたいなとかさ、あるのやってんのやっぱみんな、あーそうで情報とかさ、はいはいはい、やっぱ やってんのよ、あこのカードとこのカード交換しませんかみたいな、あそれいいな、対戦しませんかとか、あっち売ってましたよとかさ、でもすごいの見たんだけどさ、もう時代だなって思ったんだけど、うん、ポケモンカードは全く興味ない人なんだけど、うん、ポケモンカードのためにツイッター始めましたって書いてんだよ、でおおと思って見てみるさ、どこどこに、ポケモンカードバイオレット EX 売ってました、欲しい方いれば代行しますやばい、どういうこと、要は DM くれるじゃん、うん、で買うじゃん、うんうん、代わりに、うん、で買うさ、その人のところに届けるわけ、あでその代わり、うん、まあちょっと足代とか、はいはいはい、まあ、少し気持ち代は欲しいですみたいなこと書いてんのよ、うん、でみたいな、あすごっ、そういうのもあるんだ、要は物をこっちで買っといて、もうカード全く興味ないから欲しい人いればちょい値段プラスで売りますよってことね、あはあ、代行のバイトあるらしいよ、ウーバーイーツ的なってこともすごっ、無理よ、まして無理よ、俺羨ましいよね本当に、うん、ポケモンカードのさ YouTuber とかでさ、うん、ファンの方々からこんだけもらいましたみたいなさ、あなんかあるよな、はあみたいな、うん、ちょまず変えてるのがすごいよ、そのファンの人たちもすごいみたいな、あんだけみんなで血眼になってさ並んだりとかやってるのに、うん、なんか取っておきたくなるよなあちょ分かる分かる分かる売り飛ばせないやさ愛着湧いて、わかる、なんかめっちゃわかるな、俺今だからもうめっちゃ見てるのに、自分のこの当てたカード見てからはあやばいな、どうしよっかなって、売るか俺どうする、もう愛着湧くよなって言ってからもう財布の愛着湧く、あさすがに売らんとやばいかないやダメ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 、そしたらもう転売屋と一緒になっちゃ う、だからもうめっちゃびっちり綺麗にもうされてるから今、何その当たったカード、うん、全部分けてる種類、えどういうこと、 AR は AR キラーダブルレアとかカードケース全部ババババババって好きだなお前、ノーマルはノーマルでダーンダーンって全部一応は取っておいてる、一応はね、どうなるか分からんけど、お前に預けようかな、いやいや持ってくんなや、うんそお前に預けないと俺そのうちクニーンってやってピシッとやるやるよ俺、カード飛ばしはすんなカード飛ばしはすんな本当に、こちらは当たらないし諦めモードです、いや絶対嘘、うん、何どういうこと、当たらないし諦めモードになりそうですって言ってるけど、そんな当たらないもん、いや当たらないんじゃない、一回ぐらいはあるだろ、あー抽選5年後はただの紙切れになるんか、いや5年後は子供にあげたらいいじゃんねえとか、うん、だって俺も思ってたもん、嬉しいもんね、うん、僕らの親世代はゲームとかそういうのない世代だからね、だから俺らが子供の時ぐらいにヒットしてるものが増えてるもんな、多分なんかそのポケモンだとか
で今はもう世の中もめっちゃ物溢れてるから、父ちゃんがゲーム機とか持っててさ、うん、パソコンとかさ、使っていいよとか言って嬉しくない？嬉しい嬉しい。俺言われたことないからさ嬉しいと思うんだけどね。例えばさ小学校の時いたよ、空気銃とか、うんうん、兄貴が持っててとか、うん、親父が持っててとか、それのお下がり持ってるとか羨ましかったやつさ、うんうん、そういやほんと東京渡らないマジで。そうなんだ。そんなに？トリプレットビートも新しく発売されたポケモンカードも抽選だったもんな。外れてたしな、お前もな。毎日俺外れたんだけど、ね、俺はね、一応使ったもん。わたおかも外れてたさ。いや、お前キモいよな。お前当たっただろ。俺と、うん、あの父上当たった。なんでや、父上に刺してれば。何や、イカれてんのか、お前。マジで。ポケカに贈与税はかからんか。かからないんじゃない？かからないんじゃない？かからないよ。うん、そうそうそう。え、これしんちゃんさんかな。しんちゃんさん、いつポケモンカードのボックス送ってくれるんですか？どういうこと？待ってますよ、僕は。しんちゃんさん、早く送ってください。その代わり沖縄で遊びましょう。いい、沖縄の美味しいしゃぶしゃぶ屋さん行きましょう。僕たちお金はないけど、うん、美味しいお店はたくさんしてます。あ、まあ確かにな、こんだけ沖縄にいたらな、もう遊ぶ場所もたくさんしてます。なんでかって、うん、先輩と遊んでるからです。直結直結。まあでも教えたくない店もあるんでね、教えないのは教えないです。本当に俺もうそれやり始めてるやつさ。俺も俺も、あの本当に知られたくない店とか出してないもんな。うんうんうん、無理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 、もううかつに行けんくなる。名古屋も無理だってば。だからスタッフのキャンさんは遊戯王のカードめっちゃ集めてましたもんね。あれもめっちゃすごい。俺ちょっと調べたんだけど、あれ右下にさ、うんうん、キラキラない方がもっといいんだね。あ、そうなんですね。らしいよ。あれもいいけど、うん、さらになんか古いのとかなったら、まあまああれ持ってる人いないだろうな、そうなってくるとっていうレベルだと思うけど。ラジオを利用して言うんじゃない、うん、ラジオを利用しなかったら本当にガチの痛いやつになるじゃないですか。何言ってんすか。本当に DM してきたらやばいじゃないですか。やばいやつだ。僕ですよ。はい、ということでここら辺でもう一曲いきますか。はい、それではもう一曲お願いします。ラジオ通さないでおねだりしだしたら多分マジでやばいやつ。花やすがもう少しでタクシーの運転手だろ。花やす、なんで俺と翔が東京行ったら、お前花やす東京来れば。来そうやねこいつ。来そう。なんで東京来れば。なんで急にタクシーの運転手。じゃあこいつもう多分名古屋から出れんくなってる。もう名古屋で、うん、要は生活基盤を築いてから、うんうんうん、俺らがみんな名古屋にいた時に、うん、そっからもうそっからいるから。あ、誰も誰よ。みんなで名古屋行ったばい。花やすとかもいたばい、その時二十歳、十九とか。そっからいるから、もうだから生活基盤を築いてしまって、もう沖縄に帰る意味もないしな、みたいな感じだった。あ、それに奥さんもいたし、みたいな。帰ってきてないで、一回。たまに遊びに来てたよ、沖縄に。いきなり俺が寝てる部屋のドアゴンゴンとか言って、帰ってきたぞとか言って。怖っ。私、そっからずっと名古屋なんだ。逆にすごいやつだ。マサナオとかとか。ああ、そうだよ。あとあれだ、ちっちゃんもだ。ああ、そうそうそう。千葉だ、千葉で消防士だわ。ずっと。太い魔王だ。高坊が生きてるのか。
選手もあれ資格か免許必要っすよ。あれです。2種だ。2種です。無線使うので。ああ、タクシーの運転手もな、癖あるタクシーの運転手は癖あるだろう、本当に。あんま、そう、なんか、巷に言う面倒な方とお会いしたことまだないっす。沖縄では僕もそんななんですけど、なんか大阪行った時にめちゃくちゃブレーキするなと思って、ポッポッコンってな、そんな運転ブレーキ踏むかなって、パッと変えたばかりだったとかじゃないですか。タクシーの運転手もな、2トンとか運転手はめっちゃむずいですよ。俺多分建築業やってる時多分4トンまで一回運転したんですよ。バカ怖い4トンは。4トン怖いですよね。マジ無理。あ、でも自分も4トンだったかな。2トンぐらいは多分まあまあ慣れたんですけど、はい、4トンはもうびっくりした。ブレーキの利き半端ないですね、はい、あとあれエアブレーキって言うんでしたっけ、はい、ずっと踏み続けたらダメなんですよね、はい、効かなくなるから。なんか空気圧みたいなのがあるわ。なんかポンピングブレーキじゃないとダメですよ、はい、怖いの、ほんとにターミネーターの映画撮ってるからみたます。10秒前。お聞きいただいたのは愛子で桜の時でした。ということで、エンディングでございますけれども、はいはい、来週末から桜が各地で満開予報です。ああいいなー。あらー、県外の桜見てみたいなー。花見マジいいぜ。マジで一回やったことある。一回だけやったことあるのよ。県外で。上野動物園のところのスポットで一回だけやったことあるんだけど、楽しそう。マジでいいぜ。ね、24歳とかぐらいの時、24歳、5歳ぐらいの時やったような気すんだよな、やって。半端なかったね。もう綺麗。マジやばい。めっちゃ良かったの。いいなぁ。それ、やってみたいな。いいですね。沖縄の桜よりかはちょっと薄ピンクなんだよな、うん、まあ種類にもよると思うけど。そう、ね、うん、うわ見てみたい花見。そう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 、いいな、めっちゃ良かったですけども、明日忍が来たらポケかな、どういうことですか。明日忍が来たらポケかな、明日忍が来たらとかじゃなくて、うん、僕たちにもう早くポケモンのボックス送ってください。怖い怖い言い方、言い方送ってくださいって言ってるじゃないですか。最初の1年間駅とか、泊まってダメなんだって。なるほどね、大変だな、タクシーね。桜の満開は圧巻ですと。いい、まあ、桜いいですね。たくさんの、コメント来てますけれども、ソメイヨシノ綺麗だね。ああそう、それ聞いたことある、めっちゃソメイヨシノ。上野公園の桜綺麗だけど人すごいよね。ああ、やばかった。あ、ぐちゃってなんのか。うん、あそれ嫌だな。まあでもなんか一応場所取ってる人たちからしたら、ま、めっちゃいい空間だったよ。マジで、うん、よかったですよ。いいな、いつか。まあね、コロナもマスクも解除されたし、確かにできたらいいですね、うん、今年とか小規模くらいだったらやってもいいと思う、はい、そうですね、うん、まあということでエンディングも以上でございますけれども、なんか告知ございますか。ない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 
ということで、告知もありませんっていうことでね。いやないの、ということで本日も19日あったんじゃない、なんか何ですか、何かありましたイオンモール沖縄ライカム、あイオンモール沖縄ライカムで周年祭がありまして、うん、なんとディアマンテスさんのライブの司会を我々が入れますんで、よかったら遊びに来てください、お願いします。ということで本日のピーチキャスの狩りはここまで、お届けしたのはピーチキャスのトーバルとピーチキャスのマイショーでした。また来週お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。